それではあやさん、第44回目のエパチャンネル始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は皆さんにお知らせがあります。と、私たちエヴァが、告発していた大阪で起こった動物虐待事件です。自分の飼い猫に医療用のアルコールを振りかけて、火をつけて大やけどを負わせたという、事件だったんですけれども、東京会エヴァが、この事件について、刑事告発しておりました。そして、その時点で不起訴ということで、本当に納得のいかない、判決が出たんですけれども、それに対して私たちは、異議申し立てを警察審査会の方に行いまして、審査会において議決が出ました。その議決の内容が、なんと起訴相当ということで、本当に良かったなと思っています。この事件の流れから議決書が出るまでのこの流れを松井さんの方からちょっと時系列でお願いします。はい、事件が起きたのは、1月の半ばだったと思います。報道が出る前に、実は私たちこういう事件がどうやら起きたようだっていうのは耳に入ってたんですね。ただそれが本当に事実かどうかっていうのがまだ分からなかったので、こんなひどいことが起きるんだっていうふうに、受け止めているだけだったんですけれども、その後1月の26日に同愛法違反で書類送検されたっていう報道があったんです。でそこで皆さん世の中的には皆さん知ったんですけれども、先ほどあやさんがおっしゃったように、自分の飼い猫に医療用アルコールを、思いっきり浴びせて、その猫に、着火させて大やけどを負わせたと。その後なんですけれども、不起訴になる可能性があるということで、私たち2月の15日に大阪地検に告発状を提出しました。それで、当然これ厳罰化になった後の事件ですし、犯人の男は、自分がやったっていうふうに動物病院に連れて行って自分がやったっていうふうに言ってるわけですから、犯行を認めてるわけじゃないですか。なので必ず、起訴もしくは大抵でも略式命令とか、そういう感じに判決になるんじゃないかなっていうふうに私たちも本当に信じて疑わなかったんですよね。でそしたら4月の13日になんとこの大阪地検は起訴処分、起訴猶予っていうものを出して、もう私たちもう本当に驚いたんです。ちょっと愕然としたもんね。本当に驚きましたよね。これが不起訴って、何なら起訴なのっていうふうに、自分で病院に連れていて自分で自白したっていうことが、なんか考慮されて不起訴になったっていうような印象だったよね。そうなんです。その、不起訴処分の内容っていうのをまず説明しますと、1が、嫌疑なし、それは、白ってことです。で2番が嫌疑不十分、これはグレー。で3番目が起訴猶予、これは黒なんですね。で今回の場合っていうのは、犯罪事実は認めた上で、起訴しないっていうような内容だったんです。その理由については、相当額の食材寄付をして治療費を負担したことだっていうんですけれども、食材寄付って言ってもこの被害猫は保護猫カフェから譲り受けたんですけれども、その保護猫カフェの知り合いの方かどこかの団体さんに数万円寄付したぐらいなんですね。であとその治療費を負担したことが理由だって言うんですけれども、最初の連れてきた来院時から本当数日間の分しか支払ってなくて、その後は、だから全額じゃないんだよね。全然未納のまんまで、今もうすごい治療費がかかっていて、今猫ちゃんは、皆さんこのお話をすると皆さん猫はどうなったんですか、来てるんですかっていうふうにお寄せいただくんですけども、この猫ちゃんはもうギリギリ今助かってて、今生きています。あやさんもその治療大やけどの写真見ましたよね。私もその事件が起こってしばらくしてから写真を見たんだけど、
もう本当にね、よく命を落とさなかったなっていうくらいのひどい火傷だったんですよ。それこそもうこの首から下のもうお腹までのもう全面がもう全部焼けただれていて、普通だったらこれはもう絶対命を落としてるんじゃないかっていうぐらいのもう非常に深刻な火傷だったんですよね。だからいや本当にこれは助かったことが まず奇跡だし、まあ辛い治療をずっと行いながらっていうことなので、決してその今もう完全に助かりました、もうすごくもう何の支障もなく楽に暮らせてますっていうことではないわけなので、本当に今後ねの猫ちゃんの状態を見守りたいなというふうには思っているんですけど、今もまだこの脇の前足の付け根からこの横腹ぐらいまでもうぐっちぐちゅう状態ですよね、うん、皮膚がなんて言うんだろう、もう皮膚になってないっていうか、うんうんうん、ものすごい痛々しい傷と今もまだ戦っていて、うん、であの治療費も未納のまんま病院の先生があの懸命にあの、うん、病に当たってくださって、だから全然お金は支払われてないんです、うん、あとはその自分自ら動物病院に連れてったことっていうのが、まあ、起訴しないっていう判断をしたっていうこととか、うん、あとは猫が死んでないから死に至ってないからとか、まあ、そういったことが、まあ、考慮されてるんじゃないかっていうことだったんですけど、ね、うんうんうん、まあ、でもそこの考慮もおかしいんだよね。医療費払って当然だし、これ死んでないことが本当に奇跡なだけで、死んでてもおかしくないわけだから、そこは本当に判決にこう影響を受けるようなものじゃ本来なかったと思うんだよね。でこれって告発してるから起訴の場合検察審査が言えるっていう利点があったので、うん、まあ、絶対こんなのはおかしいということで、うん、もうすぐあの弁護士の先生と相談して、5月の31日に審査申し立てをして、受理されたということで、その後あのエヴァのホームページでも検察審査会に嘆願書の呼びかけをしました、うん、でいつその結果が出るかわからないので、検察の方に直接郵送をお願いしてたので、全国の皆さんがおそらく送ってくれたおかげもあったかと思います。どのくらいの数が検察に行ったかっていうのは、まあ、直送だったので私たちもこう把握はできてないんですけれども、うん、この度のねこの検察審査会にあの郵送してくださった皆様には本当に、うん、あのお礼を言いたい。本当にねやっぱりこの声があのしっかりと届いたんだなっていうこともすごく感じるので、本当にありがとうございました。改めてねお礼申し上げます。はい、それで先月の終わり7月29日、うん、検察審査会から起訴の処分は不当であり、うん、起訴相当の議決っていうものが、うん、あの出たということです。で起訴相当って珍しいですよね。起訴相当って私今までこういろいろとニュースとかを見る限りでも見たことないし、でこの議決書の中で書いてあったことで少しこう拾い上げて読みますと、動物病院に連れて行って行ったことを被害者に有利に干渉することもできない、だからそれは有利じゃないって言ってたりですとか、うんうん、あとは被疑者は食材寄付を行っているがこれは刑事処分を受けることを避けるためのパフォーマンスと言わざるを得ないとか、なかなかこう厳しい見方をしてくださってますよね。あと猫の命は人間の命と何ら変わらないであるとか、やっぱりその厳罰化になったことを踏んでいただいて、今回のような残虐な事件において適切な処罰がなされなければ厳罰化の意味を損なうことになりかねないって、そういうようなことが議決書に書いてありました、うん、私もこの議決書を読んだ時にね、もう本当にもう感極まりました、うん、やっとこのなんていうか事件の深刻さとその動物の命の尊さっていうものがその司法の場とかでね伝わったんだっていうことをすごく感じたんですよね。この厳罰化になって初めて、まあ、それがこう実感を得たというか手応えを感じたっていうか、本当に厳罰化になってよかったということを心底初めて感じることができたっていうのが
この議決書の内容だったんだけれども、特にね、動物の命は人間の命と何ら変わらないっていうところのね、あの一文を見た時にはもう本当にね、もうなんというか、なんか本当に涙が溢れそうになって、いやもう本当に私たちが常々思っていること、感じていること、あのこうであるべきだっていうことを、その検察審査会の方々と共有できたっていうところの喜びがものすごく大きかった。今までってやっぱりその下された処罰と犯罪と、あと私たちの気持ちみたいなもの、その社会的な感じ方がものすごくかけ離れていたような、そうなんかそのね、温度感とかももう全く違うし、なかなかそこのね、命の重みとか、いや世の中って本来こうあるべきじゃないですかっていうところがこう、ね、共有できなかったところの歯がゆさみたいなのをずっと感じて、こういうこうあの告発を繰り返してたじゃない。だからここがようやくね、何か少しなんか明るいこう光が見えてきたなっていうところがあって、いやこの厳罰化の大きな意味をね、ものすごく強く感じましたよね。で、そういう判決ってその前の例を見て出すってね、前例を見ながらっていうふうに皆さんおっしゃいますけれども、それもなかなか納得できなかったんだよね。だって厳罰化になってからの起こった事件の判決ってそれはあの前例がないものだから、その今まで厳罰化になる前のいろんな事例を、これを前例を持って判決を判断するって言われたって、いやそれは無理なことでしょっていうふうにずっと思っていたから、やっぱりその検察側のその求刑に対してとか、まあその判決に対して、いや本当に納得できないってことがほとんどだったじゃない。だから今回、まあ、この後もう一回再捜査になるで、まあ、またあの検討されるんですけれども、これがもし起訴とかになった場合、この後起きてくる、そんなこと思いたくないんですけれども、動物虐待事件って起きると思うんです、そういった時に一つの前例として判例になったら、すごいいいなっていうふうに思います。で、あやさん、この起訴相当の大きな意味、起訴相当ならではのあれ、意味がありますよね。本当にあの大きいよね。不起訴不当と起訴相当というこの違いにはものすごく大きなものがあって、不起訴不当だとまた再捜査されてもまた再度不起訴不当というあの結果が出て、結局それで終わりっていうこともあるわけじゃないですか、まあ、だけれども起訴相当ってなった場合はまた再捜査されて、まあ、万が一不起訴不当という結果が出たとしても、検察審査会がまたそれはやっぱり起訴相当ですよっていう議決が出たら、必ず起訴しなければいけないということだから、あのものすごくこの違いって大きいんだよね。そうです。だから普通だったらね、不起訴不当で、はい、それで終わりっていう風になっちゃいますけどね、そこが大きな違いなので、今後のまた再捜査と結果について、まあ、注視していきたいですよね。そうだね、まあ、本当にあの強制的に最終的に起訴っていうことになったとしても、じゃあその処罰がね、どういったどれぐらいの重さの処罰になるかっていうのは、もちろんこれからね、どうなるんだろうって見守っていかなきゃいけないことで、まあ、私たちが十分に納得できる処罰になるのかっていうことはもちろんね、これはあの分からないんだけれども、まあ、それでも本当に大きな、これはまあ第一歩前進だなというふうに思うので、まあ、その判決をね、あのとにかく注視して、また皆さんにご報告していきたいなっていうところです。じゃあ今日のエヴァチャンネルは、大阪の虐待事件について皆さんにご報告しました。ありがとうございました。ありがとうございました。